おはようございます。レイです。3月11日土曜日の今日は命の日です。2011年3月11日に発生した東日本大震災では多くの命が失われました。命の尊さを思い、命の大切さを考え、震災で学んだことを風化させることなく災害に備えようと災害事業を考える会が制定。災害時の医療の改善を図るとともに、9月1日に防災訓練が行われるように、3月11日には健康、医療、災害時の体制などを考える機会を設けたいとの思いから来ております。3.11 に関してはね、毎年語ってまいりました。先月ね、トルコでも大きな地震が起きまして、こういった災害を前に個人的に様々な防災対策をされていますね。防災意識が昔より高くなってきている面も見えるんですけれども、大きな災害があるたびにお店でね、防災グッズのコーナーを設けたりする光景が少しだけね、悲しくも感じるんです。普段の生活の中でほんの少しだけ防災の意識ができればそれが一番いいんですがね。ちなみに2月11日の河北新報よりね、こういう記事がありました。震災デジタルアーカイブ閉鎖増、進む集約、維持費負担重く、資料分類に AI 活用模索っていうね、見出しの記事がありまして、東日本大震災の写真や動画などを収集、公開しているデジタルアーカイブを閉鎖する動きが目立ってきた。運営する自治体や民間団体がシステム更新などに伴う維持管理費の重さを理由に、他の機関にデータを移す例が多い。震災発生から間もなく12年、息の長い記憶の継承を見据え、存続を下支えする技術開発も進んでいる。そして次の見出しには新たな情報を減るというね、見出しの上で、システム運用上の都合により次の通り公開を停止いたします。これはね、青森県の八戸市、奥入瀬町など4市町が共同運営する青森震災アーカイブは2021年6月からサイトが観覧できない状態が続く。岩手県一市二村の久慈、野田、普代震災アーカイブも同年4月に公開を停止、共にサイトを閉じる方向でデータ移行先を調整している。八戸、久慈両市によると、いずれもサーバーなどの更新時期で費用捻出が難しかった。八戸市防災危機管理課の担当者は、震災の記録を後世に残すことは重要だが、日本海溝、千島海溝地震のリスクが迫り、限られた予算で津波対策を講じる必要があると説明する。デジタル時代に起きた震災は、様々な人が被害状況や復興過程を写真や動画に記録し、膨大な情報が蓄積された。国はデジタルアーカイブの構築に予算を投入。多額の補助を受けて発足時の設備が大掛かりになったり、経年でセキュリティ面の対策を迫られたりする機関も見られ、維持管理のコストが年々重くのしかかる。日本赤十字社は、東京電力福島第一原発事故の活動記録などに関するアーカイブを21年3月に閉鎖し、別のサイトに移管。新たに集められる情報が減り、集約をほぼ終えたことを理由に挙げています。そして次はね、意義見出せず、50以上のアーカイブと連携し、資料約450万点を検索できるポータルサイト、ひな肉を運営する国立国会図書館によると、組織内のサイト統合を除き閉鎖した震災アーカイブは少なくとも6件ある。デジタルアーカイブを研究する東北大の柴山准教授は、自治体などが予算を削ってまで自前のサイトを残す意義を見出せていない。震災が過ぎ去ったものと思われている可能性もあると見る。閉鎖したほとんどの機関は、ひな菊などにデータを移す。資料の散逸を防げる一方で、コンテンツのみが引き継がれ、各アーカイブの工夫や地域特性が失われるとの指摘もある。連携先の相談を受ける国立国会図書館電子情報部の井上主任書士は、集約され膨大なデータの一部となれば、住民が地域に根ざした資料に触れ、伝承する機会も少なくなるのではないかと懸念する。既存のアーカイブの運営を助ける取り組みも進む。柴山氏らは人工知能で写真などを識別し、検索時に該当するキーワードを自動で割り振る技術開発に挑む。資料を整理分類する作業は煩雑で、タイトルや撮影日などメタデータと呼ばれる資料情報の作成は、著作権処理の手続きと合わせて多大な人件費がかかるとされます。利用者が目当ての資料を見つけやすいよう検索精度の向上にも努めます。
柴山氏はアーカイブの認知が進んでいないと強調。記録を有効活用してもらう視点が重要として、国全体災害アーカイブの在り方や維持の見通しを議論する必要があると話す、とありました。ここからね、見て取れるのは、資料を残すにももちろんお金がかかるということですよね。そのお金自体がね、地方自治体の負担になってしまっている。これはね、有識問題だと感じます。こういった点も国がね、やはり未来永劫こういったものを残すための予算っていうものをちゃんと考えてね、つけていく必要があるんではないでしょうか。この災害を機にね、様々な防災対策や減災対策っていうものがね、検討され、新たなね、防災災害対策ってものもできておりますし、まだそれでは足りないという意見もありますけれども、それ以外にもね、自助公助ということも言われておりますよね。ある程度自分で守るっていうことも国は発信しているんですから、こういった資料から新たな防災減災、そして自助公助というものが生まれたんではないですか。それをこれから国に訴えていきたいと私は考えております。多くの犠牲者を追悼し、その上に今我々が生かされていることを忘れぬよう。それでは皆さん、今日も良い一日を。